為替がまた動き出しました。今現在ですね、為替140円の89銭、140円の90銭、こういったところで、まあ瞬間的に、下ヒゲで140円台っていうのは何度もありましたけども、まあこういう感じでじわじわと来て、今日日中141円台がじりじりと続いて、そして、まあ、日経平均、まあ、今日の3時の大引けのあたりで140円の10銭台になり、そしてこの時間帯になって140円台、今88銭というような状況ですね。まあちょっと今日為替はこれからニューヨーク時間にかけて、まあ円高がひょっとして進むかもしれない。まあ場合によってはですね、140円台を割れるなんてことがもしあればですね、まあやっぱり、桁が一つ変わるということになるので、まあ大きなインパクトがあるのかなというふうに思いますね。まあ一方でですね、今日も為替は141円台だったわけですが、まあ、日経平均、まあ今日はもちろん安かったとはいえ、まあ141円安、まあ5、60円の配当落ちを考えるとですね、まあ100円未満ぐらいの下げであったってことは、まあある意味ですね、ものすごくまあ為替に対して、為替の円高に対して日本株が耐性ができてきてるってことはその通りなんですけれども、まあしかしながらやっぱりこの140円台、あるいは明日もし140円を割れるなんてことになるとですね、まあショック安的なものになる可能性は否定できません。まあいずれにしても、ただし一方で、まあ今日の日経平均の終わりね、 33,539円というところからするとですね、まあ明日のアメリカ市場、まあ、今晩から明日にかけてのアメリカの市場によってはですね、まだ大納会高値っていう可能性も残してはいますけれども、140円台あるいは140円割れるなんていう為替になってくるとですね、ちょっと大納会高値っていうのが可能性としては減ってくるかもしれませんね。しかしまあ為替っていうのはどちらにしても、まあ2年連続で、まあ2022年も9月に151円の94銭ありましたし、まあ今年もですね151円の92銭まであって、まあちょうどこの2回のですね大幅なドル高円安というので、2年越しにですね、まあドル円はまあ2番天井を取っているのでですね、ある意味もう少し円高の基調が続いてもおかしくはないと思います。まあよくですね、為替をいろんなファンダメンタルズから議論する人も多いし、もちろんファンダメンタル非常に大事なんですけれど、まあしかしながらやっぱり、チャートで2番、まあいわゆる天井を2つつけた後っていうのはですね、やっぱりしばらくは需給も含めてですね、円高の基調が続いていくと。まあ去年もちょうどお正月の時が130円ぐらいで、まあ1月の半ば過ぎに127円台があってからは、まあ一方的な円安が続いて、そしてここに来て、まあドル安、まあ円高というよりもむしろドル安ですかね、まあそんな状況になってきています。ちょうど今ユーロドルも 1.1116 っていうところまで来ているので、結構まあユーロに対してドルがまあ下がるというか、まあ、格好になってますね。まあもちろん円高ではありますけれども、どちらかというとドル安のまあ状況が強い、まあそういったマーケットが続いています。まあ日本のマーケットもまあ今年、まあ残るところ明日1日となりました。まあ商いの方もですね、昨日はまあ3兆5000億を超えたんですけども、売買代金、今日はまた2兆6000億円台にまあ逆戻りしてしまいました。まあもちろんね、まあ年末でも正月も近いですから、まあやむを得ないとは思います。しかしながら、まあ今日もそういった中で、今日レーザーテックは808円安ということで、まあ久しぶりに下落をしたんですけれども、それでも売買代金は4,893万円ということで4000億円、全体の売買代金がですね、2兆6000億円であるにもかかわらず、そのうちレーザーテックだけで、4000億を超えてるってことですから、まあ、いかにこのレーザーテック
億、もうほとんど売買代金が3兆5000億であっても2兆6000億とかであっても常にレーザーテックは4000億円はできてるってことですから、本当にあの化け物のような株になったなということを実感せざるを得ないですね。はい、まあ今日そして特徴的だったのはグロース市場250指数ですね。これが実は高値引けをしまして 707.50 2.3% の上昇、 15.92 ポイント上がりました。まあ、ご存知のようにグロース市場はですね、今年1年を通してみるとまあ極めて厳しい環境が続いていたんですけれども、まあ10月の26日でしたかね、まあ632ポイントっていう安値を取ってから一旦11月の半ばに上昇して、そしてもう一回12月は下がっていたんですけれども、ここに来てまた戻ってきて700ポイントを超えてきているということですね。まあ、来年まさに今年、まあ、ある意味ボロボロになっていたこのグロース市場、小型株の市場がですね、来年復権できるか、これも大きな焦点になるかと思います。まあ、売買代金が少なくなっている中ではやっぱりどうしても大型株は動きが鈍くなりますし、まあ、そういう中でレーザーテックだけはまあ例外とは言っても、一般的には大型株がですね、まあ、非常に厳しい状況になりました。まあ、このところ皆さんご存知のようにアメリカではですね、ラッセル2000の指数が非常に堅調になっていますね。まあ、これは一つ、まあ、理由としては当然のことなんですけれども、まあ、アメリカの金利が低下していくっていうことを生やしてですね、いわゆる小型株で、まあ、借金の多い会社も金利が下がるなら助かるということなんだろうと思うわけですね。まあ、ですからそういう株が上がっていて、じゃあ日本はどうかと、まあ、日本は昨日も申し上げたかもしれませんけれど、まあ、グロス市場ですねの、まあ、日本の小型の銘柄、金利が日本はアメリカと違ってこれからどちらかというとマイナス金利解除から少し金利は上昇気味という状況になっていくということなんですけれども、まあ、だからといって日本の金利がどん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 アメリカのように上がっていくってことはまあ、ありえませんよね。しかも、まあ、インフレも相当収まってまいりました。まあ、日本のいわゆる消費者物価にしても生産者物価にしてもですね、相当落ち着いてきましたし、このままいけばですね、そんなに大きく金利が上がっていくというイメージはないわけですけれども、まあ問題はアメリカが利下げをいつから始めるのか、まあこれによって日銀がまたいつから、まあ、いつ頃にマイナス金利の解除を行うのか、このあたりがまあ非常に関心が深くなっていますね。そこでまあ一番ポイントになるのが、まあ、昨日も申し上げた通り賃上げですね。でここに来てですね、日本の賃上げが、まあ、もちろん連合なんかは 5% を超える賃上げをまあ求めているわけなんですけれど、去年に比べて今年の賃上げをどうするんだっていう、まあ、アンケートって言いますかね、経営者へのアンケート、これでよるとですね、去年より大幅に賃上げを行う予定であるというふうに答えた経営者が非常に増えてきているということですね。これは大変心強いことになります。まあ、いずれにしましても、まあ、日本の今景気はですね、個人消費が少し落ちてきているっていうところが非常に気になるところなんですね。まあ、一方で、まあ、設備投資は1年を通して堅調だったわけなんですけれども、やっぱりこの市畜の GDP がマイナスになったあたりからですね、やっぱり個人消費が落ち込んできている。これをなんとかするにはやっぱり、実質賃金がプラスに転換していくってことが最も重要な局面になってきているわけで、そのためにはですね、やっぱり賃上げが毎年続いていくっていうこの、まあ、状況ですねを作り上げていかなきゃいけないということになります。
去年は、あ、すみません、今年の春闘はなんとかなったけど来年は期待できるのかということで不安視する向きもありましたが、直近のアンケートではですね、やはりかなりの賃上げが、まあ、行われていく可能性が、まあ、高まってきているとこういったことになっているので、まあ、来年の日本株そういう面からは期待ができるというふうに思っています。まあ、年末年始はですね、それほど大きな、まあ、材料になるものが、まあ、特に年末はもうあんまりないわけなんですけれども、まあ、強いてあげるならば中国の PMI とかですね、まあ、そういったところになるでしょう。でそんな中でですね、まあ、来春になってくると、まあ、日本は休みの時に、まあ、アメリカの、まあ、FOMC の議事内容の、まあ、これ議事内容が開示される。そして直近で言うと、まあ、今晩のアメリカの、まあ、新規失業保険申請者数がですね、まあ、予想の範囲内であればですね、それほど金利が急激に上がるっていうこともないでしょうから、まあいいわけなんですけれども、これがまた雇用が強いなんていうことになった場合に、少し、まあ、大きな金利上昇っていうことがあった場合ですね、この場合にアメリカ株がどんな反応をするのかというところですね。まあ今の為替だけ見ていると円高が急速にちょっと進みつつありますので、今140円の71銭まで、来ています。まあこれはですから、まあ円高になるっているっていうっていうことになるとですね、アメリカの金利が上がる方向にはやっぱならないと見ているんだとすれば、新規失業保険の申請者数もですねあまり増えないっていうことを、まあ見ているのか、まあ分かりませんけどね、今のこの段階ではまだ発表するされるのにまだうんと時間がありますのでね、日本の時間、日本時間で今日の夜10時半頃ですから、そこを読んで動いてるとはちょっとまだ思えないですね。まあ、ニューヨークダウの先物を見てみますと、まあ、ニューヨークダウの先物は、まあ、35ドル高ぐらい、CME のダウの先物は349ドル高ぐらいになってますね。それからナスダック100の先物は244ドル高、S&P500 の先物も 1.21% 上昇ということで、アメリカ株の先物はすごく上がっているんですが、まあ、為替の円高が140円の70銭まで来ているので、CME の日経先物を見てみると、まあ、94円安ぐらい。まあ、ですから、まあ、為替の円高からするとあまり下がってはいないのは、まあ、アメリカ株の先物が強いっていうところをですね、まあ、見てのことなのかもしれません。まあ、そんな中ですね、今日は12月の第3週のところの、まあ、投資主体別の株式の、まあ、売買動向等々が、まあまあ、公表されていて、海外の投資家なんかはですね、1700億円ぐらいの、まあ、2週連続の株の先物の、まあ、売り越し、になっていて、まあ1年通してみると、まあ、海外の投資家結構買い越しはしたんですけれども、まあこのところまたちょっと売り越しになってきているといったところです。まあ今年もね、明日で終わってしまうわけなんですけれども、まあ、明日のマーケット、とっても気になるところなんですが、今のところこの為替のところとアメリカの先物が非常に強いというところの綱引き、まあ、どっちが強くなるのか、そこがですね、まあ、大いに気になるところではあります。まあ、今年1年通してみるとですね、やっぱり日経平均株価はまあ 30% 近い上昇になりましたので、まあ、非常に良かったわけなんですけれども、まあ、ここに来てですね、この円高が進んでいても株価がしっかりなっていけるのかっていうこと、まあ、これがですね、来年の、まあ、日本の株式市場を占う上では、まあ、一番大事なことだと私は思っているんですね。ある程度円高になっても日本の株式市場がしっかりであればですね、海外からの買いもまた大きく入ってくる、そういった1年になるんではないかというふうに思います。ただし、まあ、
来年のアメリカの景気ですね、これがソフトランディングという形で、まあ無事景気後退に至らずに動いていくのか、あるいは少しのまあリセッションの雰囲気、まあ、ちょっとしたリセッションになるのか、まあ、いわゆる、まあ軽微なリセッションですよね、あるいはまあ6回も利下げを織り込むとなると、これは結構なリセッションになっていくっていうことかもしれませんし、まあそのことで株が上がってるっていうこと自体が、まあやっぱりどう考えてもやっぱり矛盾はあるんですよね。ですからやっぱり来春はちょっと、まあ、アメリカ株にも気をつけなきゃいけない局面が出てくるのかなというふうに思っています。まあそうなってくるとですね、まあ、日本株も円高とアメリカ株安とかそういったものが相まって、まあ、今年は良かったけれどもですね、来年の前半というよりか特に 1月から3月の間ですね、ここにまあ来年の日本株の安値が来る、まあ、どの辺まで来るのか分かりませんけれど、まあ200日移動平均線、日経平均の200日移動平均線なんかももう3万1490円まで来ていますからね、まあ仮に200日移動平均線のあたりまで下がったとしてもですね、まあ3万1500円程度なわけですから、まあそんなに、まあ大騒ぎするようなことにはまあならないとは思いますけれども、まあ、私は来年日経平均がまあ3万8915円の史上最高値を超えてくるチャンスは十分あるとは思っていますが、まあ年の頭から3月ぐらいの間はですね、やっぱりアメリカ株が今の調子の同じようにいけるかどうか、これはまあなかなか私は厳しいんじゃないかというふうに思っていますし、為替の円高も進む中で一旦は日本株ももう少しこの200日線ぐらいまで突っ込むような局面もあるでしょうが、その局面でですね、まあ、ぜひ例えば成長投資のまあNISAに投資をするとかですね、あるいは積み立てはもうすぐ始めていいと思うんですね。毎月買うものはもう今高いとか安いとかあんまり関係ないです。いかに続けるか、投機額の投資を続けていくかっていうことが重要なので、まあそういうことを考えながらですね、まあ来年の投資をですねしっかりと考えていければいいのかなというふうに思います。まあいずれにしても明日ですね、今年の最高値更新の、まあ、夢はまあ今日もあったんですけれども、まあ今日はわずか下がりましたが、まあ、この為替の円高の中、明日日経平均がどれくらい、まあ、踏ん張っていけるのか、そこに、まあ、大いに注目をしたい、まあ、このように考えています。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。